若松口ホーム若松川田駅は東京都新宿区川田町にある東京都交通局大江戸線の駅である。駅番号は E03。付近の2つの町名、若松町と川田町から命名された。地名の若松町の若松は江戸時代将軍家この地から正月用の若松を献上していたことによるもの。川田町の川田は田んぼのこと。 ここでの川は湿地帯のことを指す。古来この辺は川田久保とも言った。液状の団子坂の名も湿地で人馬が停団死になることに由来する。かつて川田町は市ヶ谷川田町という町名だった。1986年2月、新宿区の住居表示実施に伴い川田町に名称変更。江戸時代、若松町、川田町は共に、 牛込村域。川田町は、市ヶ谷村にまで町域が続いているとの理由から、市ヶ谷川田町と呼ばれているうちに、明治期に、それが正式な町名となった。かつてはこの地区に、路面電車の都電13系統が走っていたが、1970年に廃止された。その後、大体の地下鉄の建設はなく、都バスによってカバーされていたが、 東京都庁の西新宿移転に伴う新しい地下鉄建設の経路決定にあたり、新宿区の牛込地区ではこの都電13系統の経路を踏襲することになった。当時の若松町停留所と川田町停留所のちょうど中間に新駅を建設することになった。二つの町名による合成駅名になったのは二町に対する配慮もあるが、富士テレビの移転も大きく影響している。 川田町は長らく富士テレビの本社所在地として全国的な知名度を誇ってきたが、1997年3月をもって富士テレビは港区台場に移転し、跡地に都市再生機構の高級賃貸タワーマンション、川田町ゴミホガーデンが建てられた。また道路を隔てた南東側には富士テレビ第一別館があったが、これも富士テレビ 新宿支局として2008年度まで使用された後、解体され、賃貸住宅となった。東京都は、早い段階からこの駅を、若松町駅、歌を落として、建設を進めていたが、富士テレビ移転による衰退を懸念した、地元商店街の故意に配慮し、川田の名前を駅名に取り入れることになったが、歌唱駅名と全く異なる駅名にすると混乱も予想されたため、 若松の名前も残し、新駅は若松河原駅という名前を採用することで決着を見た。なお、富士テレビの最寄り駅は都営地下鉄新宿線の明けぼ伸橋駅であった。島式ホーム一面二線の地下駅。改札口と地上を結ぶエレベーターは河田口にある。2019年度の1日平均乗降人員は32,326人である。 開業当初の乗車人員の見込みは2万1000人であった。開業以来の1日平均乗降乗車人員の推移は下表の通りである。駅周辺は完成である。早稲田大学富山キャンパスへは歩いて15分ほどで、東京地下鉄、東日本旅客鉄道、西武鉄道の高田の馬場駅から歩くよりも若干近い。最寄りのバス停は、 駅直上にある団子坂上にある川田町となる。ありがとうございます。